こんばんは。最近歯のホワイトニングが気になっているコロンです。いや、それ以前の何歯並びでしょマジで案件ください、お願いします。なぜ案件なの？はい、今回の動画でここ最近でいただいたものや、家に届いたものを紹介させていただきます。こちらヒカックさん、そして義足さんとのコラボ動画でいただいた空気清浄機になります。ありがとうございます。え、言葉出ないですか？ありがとうございます。ヒカックさん、本当ありがとうございます。ありがとうございます。はい。これはね、最初、当初は天使関係、なぜどこを清浄してる、お前は。違う。いや、気になるだけ。え、どこが白髪だろ？つむじ。いろいろあるんだ、俺のつむじは。はい。サムネ用にお願いします。どこ見てる？ちょっと使えないかも。え、なぜ？いや、隠しづらい。そんな距離が近いと。だからもう OK。でも場所とかも調整できるし。まあ、それはキャスター関係ないけど、ね。はい、そう。しやすいとかそういう話ならまだ分かるか。OK。その辺のレビューは苦手かい？え、うるせえ。これ今つけた方がいいんですか？いや、それはそうだから。そうでしょ。はい。え、なんかもう、転売する気で。え、なんてこと言うの？いただいて、ヒカックさんのスペース空気清浄機で。いや、違う違う。ほんでメルカリみたいになってる、お前は。これも。囚人フィルター、今はめたのは。囚人フィルターっていうのは？いや、人を集める。オッケーオッケー。お前の方じゃないよ。え、俺はや、犯してねえぞ、罪は。いや、罪人の名前だけ。違います。イエーイ、馬面先生は。はい、給水が終わりました。はい、まあ、僕はね、知ってる人いると思うんですけど、会社ではおかしいんだったんですけれども、その前は美化委員というのやってまして、その時よくこの会社の貸し付けの給水よくやってました。ありがとうございます。え、何？俺は頼りになります。そうでしょ。じゃあ、この家でもお願いしていい？いや、それはやめて。やめてって。さ、こちらもお皿かいね。見てわかるよ。やめてよ、政治の。政治関係ね、朝日新聞は。まあ、いろんな器かな、寄り添ったりするときの。寄り添ったり、いや、よそったり。寄り添ったりする。ちょっとすみません、間違えました。多分聞いたことないよ。はい。まあ、これは朝朝食とかにいいぐらいの大きさじゃない？はい。まあ、目玉焼きとか入れたり、そう、まさに。ベーコンとか。そう。ブロッコリーとか。なぜそれ、小原家の朝食を言うの？いや、知らない。はい。さあ、こちらは何でしょうか？玄関マットです。はい。やめてよ、フロンターレからっぽくすんのは。いや、全然よくある、爽やかな。じゃあ、まだ。いや、青とか。いや、いい、好き。いらっしゃい。会いたかったよ。